やべえ、また左だ。あたた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 た。ごめんねってもドライバーに謝って、そうしたら許してくれるから、許してくれよ。魔が差しただけなんだよ。ほらいいじゃない。16番ホール392。はい、第3話のオナニストはピーって入れなきゃだな、これ。おなるのはおならせていただきますちょっと満上げ状態ですが、そうだね。まあしっかりもうフェアウェイ置いて、うん、こんな当たりでもフェアウェイに入れる、これがピンちゃんですよ。そうだよ、うん、ですで、まあ僕の着弾だと左右ワンペって感じのゾーンですね。まあでもないのか、ワンペはね。まあだから大丈夫ってことですね、逆に。おお、真ん中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 のなんかくぼみ。ナイス。あれだね、ミッドアーマー終わったらまたちょっとスイング改造を取り組む感じでいいね。でそこでもうちょっと左手を高いところ、そうそう、っていう感じ。ああきつい、そうそう、それぐらいそれぐらいで、そっから、おおいいね、いいよ。あ、すげえいい軌道じゃん、これできるよ。おうでもね、思いのほか多分ね、右にはいかないと思う。うん、そうで、体回って、でバックスイングの時に左膝前に出して沈むのよ。沈んだまんま、そう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 だそうです。うん、ちょっと上げてんな。上げリシャスだね、これ。上げリシャスまあ5番大丈夫だよ、5番で。うん、まあピン奥っぽいんで。うんうん。あと。帯っぽいっす。うん。今レールやっちゃった？やってないんですけど。やってない。ちょっと素振りで。じゃあ5打目か。4打目、4打目。あ、うん。クラブ変えます。うん、厳しい。こういうコースなのか、俺が自滅してるだけなのか。おい、なんで戻ってくんだよ。戻ってきちゃいました。ユーティリティで打ちます。はい。イナゴユーティ。うん、そうです。いや、ちょっとなんか左嫌がってるような打ち方してるね。うん、やっぱりなんかこう左に行くイメージがなんかちょっとなんか最近さ、ちょっと左だったじゃん、はい、それをなんか体が止まっちゃうんだよね。つま先下がり120ヤードアゲンスト、つま先下がりアゲンストなんで、ピッチングでいきます。はい、ああやったよ、これ。左書いた。これが出るのよ、レイドオフは。あ、そうなんだ。そう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 、逆になんかね出るんだよなんかね、うん、俺の後輩が結構レイドオフ、うん、推奨型のタイプで、まあ今度は安頃に出る子なんだけど、その左脇が空きすぎると引っ掛けるって言ってて、うん、なんかこうトップとかで、そこは注意した方がいいですねって言ってたけど、そうこれがこっちに行き過ぎるということなんで、こうなるじゃん、肩が浮くから、あそうか、そのままこうかぶって入ってきて気ぃつけてたんだけどなあ、こっち外しちゃダメな方だって。満地下ですね。エッジから4ヤードなんで、まあふわっとふわっといくフェザーで。ダイさん3打目フェザータッチ高典で、うん、はい、フェザータッチ高典。おおフェザー、あフェザーでもいっちゃう。やっぱりちょっとヘッドスピード弱すぎるからスピン効かなかったね。まあまあまあいいでしょう、うん、最後結構フックですねこれ、うん、で上って下ってっていう感じ。最後1.5 メートルぐらいから下りフック、そのマウンドを超えるタッチで打たないといけない、うん、結構見ます。はい、おー足りなかったか、待とうか、うん、これねマウンドで戻されました、ね、うんそうだね。いや今の打てないな正直。こう言うてもね、マウンドのもう最中のところですからね。さあ土屋さんが4545メーター。ナイス、おナイスナイスパー。これ入るのに1メートル入んないんだけどバカだね俺もカップ右端ね。そうね、でもやすくんね、こういうちょっと叩きのめされるラウンドってたまにあるから、はい、あー切れたね、めっちゃ切れたね。切れた、うん、うん、ブラボーブラボー。僕はこの経験で強くなる。そうね、結構やっぱさ、何やってもうまくいかないような感じじゃん今日って、うん、それが俺の中だと今日でよかったねっていう感じ、まあ、そうですね。そうこれが試合だったらもうやばいから、ゴルフ YouTube やめてたかもしれない17番パー3ですが、165ですが14パーということでまあ14パー148フォローで、はい、まあ今病んでる状態なので、はい、まあ9番で安牌でいきます、はい、ちょっとああ右行っちゃったよ、こぼれた、薄かったね、うん、ちょっと手前だ。はい、はい、7でちょっと、うん、抑えた感じで、はい、それは多分あれだよ、ボールを置くときにヘッドでやったら多分ダメだと思う。あ、そうなんだ。そうそうそう、ちゃんと手で置いてやらないと1打2打3打4打みたいな感じで言われるから、うん、癖でやっちゃいそうだな。そうそうそう、あこんな日や今日は。今日はこんな日ですね、うん、そういいんだよだから今さ、そのあ置いちゃいけないんだって思う。いやそうとか、まあいろいろありましたけど、でもまあそうなんだよ。結構ねだからなんかこれで注意された時にはもうなんかメンタルやられる、絶対おかしくなりますからねメンタルやられるから。まあでもそのラウンドが多いんで、まあね、練習行こうと思うとなんかの前日なことが多いんですけど、うん、うん、前日練習した日は本当ショットが荒れます。あそうやっぱマットとの違いなのかな、それがダメなだけだと思うんですけど、25ヤードぐらい、うん、56度で、まあここはエッジ着弾で普通に打っていいかなと思うんですけど、まあ、ちょっと20ヤードぐらいでいいよ、20ヤードぐらい、うん、ピンまで20ヤードぐらいだ。ちょっと抜けたな。まあ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 。まあパーは狙える。うん。うん、さあ。15ヤード。はい。58で。15ヤード58度2打目。うん。ポコン。フックだね。俺のボールがあっちにすげえ転がってたもんね。結構フックすると思うな。40センチぐらいに。うん。上りフック。めっちゃ綺麗だね。やらすいね。いいよ、俺の踏んじゃって。うん。ボギーパット。はい。この距離でも半カップぐらい切れましたからね。さあです。パーパット2メーター、1.5メーター、2メーター弱か。切れる。うまい。ここなんか俺。ここでみんなスコアいいの？18番パー4、350ヤード。さあ前半最後。そうね。僕これ50やっちゃいますよ。ね。ボギーで。前回のサミットはフルバック80で回って、はい、メンタルですよ。メンタルか。メンタルタフですね。はい。なんかやっぱすごい意識しちゃってますね今日。そう、うん、まあでも、まあ、たかがゴルフって思わないとね。はい。沖田圭介、風の大臣、はい、たかがゴルフなのにアリを殺すのかみたいな。風の大地は面白いからな。風の大地見ると上手くなるからね。あ、そうなんですか。俺ずっと風の大地見てた。沖田圭介飛びすぎじゃないですか。そう。でもね、沖田圭介もスライサーでドローにしたら60ヤード伸びましたっつって研修生のやつ、こいつは化け物。俺も40ヤードぐらい伸びたけど。まあパーシモンですよねあれドライバー。うん、いい球。まあ、ちょいカート道、うん、の奥かもしれないです。まあまあいいや。はい、崩れていくもんな。そうなんだよ。やっぱりさ、その気がめいると力が入んなくなってくるから、うん。だから結構ね、腹に力をっていう。オラの腹に力をだから。僕一個技があるんですよ。丹田ストリームっていうのがあるんですよ。それでいきます。丹田ストリームでいく。あ、どこ行った。ラフが止まった。ラフというか、うん、まあフェアウェイ右サイドのラフ。ああ、なるほど。オッケーオッケー。見えなかった。丹田ストリームは振り遅れる。カート道駆け上がってるのか。あ、カート道ね。これこういうところで、うん、カート道の左側にあったらこれね、これはね、はい、よく見る光景なんですよ、はい、でこうやって、うん、まあ、カート道のほぼ中央にあるじゃないですか、はあ、立ち位置のニアレストってここはここなんですよ。ああ、なるほどね。っていうことはこっちなんだよね。はいはいはい。こっちの方がニアレストがこう近いから、足の位置が近い方。なるほど。ここから近づかないようにこうして、ボールがもうビッタビタに左側についてたら、うん、あれですか、左ですか。左に、あ、そうそう、左。でこっちが仮になんかもう崖みたいなとこだったらどうなるんですか？こっちが崖、はい。アドレス取れないってことになるんですか？うん、取れない。ああ、じゃあこっちになるんですね。なるほど。そこに落ちるからね。そうそう。ここはドロップ重要っす。これ大事ですね。あ、オッケーオッケー。ドロップもね、位置が変わる可能性もあるんで。まだそうですよね。ここでディボットに入ったからってやり直せないですからね。もう一回やります。でもね、ヤス君ここね、気をつけた方がいいよ。本当に薄いし。はい。これをさ、ウェッジとかって嫌じゃん。嫌です。フェアウェイも薄いですからね、うん、これやったよこれ。いや、なるっすよね。ドヤさんでもなるんだから。説明してなる男だ。俺もなるよなこれ。ボールを食べたい食べたい言ってるようなバンカーだわ。うんさ、うん、56で、はい、まあ70ちょいでバンカーを超える、うん。うん、いいんじゃない。おスピンした。まあ割と。おお、ナイスついたね、ダジちゃん。45ヤード、はい、68で、はい、俺もやだな。でも一回さ、今みたいなのやってるとさ、はい、それがさ、フラッシュバックする。うん。スピンがちょっと強く入るよ。うん。いいよ。あ、ありがとうございます。俺結構フックすんな。見た目。右60センチぐらい。はい。下りフック13メートル、はい。ああ、こんな持ってかれんだ。ね、ああ、ナイスタッチ。ナイス。さあ、バディちゃん安彦。バーディー安彦。そう。これバッサン方式に、ね、ほぼ切れません。はい。違うんですよ。これね、線引いてたボールを、うん、さっき2連続で使い果たしたんですよ。なるほど。これはもう下準備でもうみんな線引いとかないとね。1.8 ぐらい跳ねた。跳ねたね。はい、お疲れした。お疲れ。13オーバーだね。これが2オーバーか。いやいやいや、まあでも試練だったけども、まあ、今日これをできてよかった。明らかにやっぱうまくいってない日なんで。そうだね。これ以下はないとそう思って。まあ90は切りたいけどな。90切るとなると43、39か。40まであれなのか。すげえ、何これ。すごいな。まあちょっと頑張ります。今日見てください。はい、お願いします。